たいと思います。はい、まあ、死んだら世界が終わるマインクラフトシリーズですね。はい、やっていこうと思います。新しい世界やったな。また作り直しちゃうな。ただ世界が終わる。よし、でノーマルでいきますね。また新しい世界を作っていくわけですが、これでいいやな。はい、でサーバー初期化中。さあまた最初からやりますね。まあマルチで一回やってたんですけどね、まあちょっとマルチやってて思うことがね、やっぱりあれですね、気使いますね。そうそうそう、それやったらね、やっぱ自分一人でやった方がね、やりやすいかなと思ったよね。はい、ということでまた一人でやっていこうかなと思って今また始めましたね。また一人でやっていこうかなと。まあまたマルチでやるんやったらね、他のね、なんかいろいろやれたらなと思うんでね。はい、まあそんなことうんぬん言いながらやっていこうかな。はい、よしな、やっていくか。よいよ。ちょっと待って、パソコンいじりながらやってたもんでね。これは時間が表示されるのか、ちょっと見にくいな。ちょっと待ってや。読み上げ機能があるからいいか。よし、はい、行きますね。よし、お、いいね、かぼちゃがいっぱいあんで。まずはね、この世界の状況をまず見てみましょう。まあ周りがね、たくさん、今回すごいね、いきなり近くに火山とかあるけどね、違う、火山と、あ、キノコあるやん。シチューが作れるね。よし、そうやね、かぼちゃって食べれたっけ。まあとりあえずはまず最初に木を切りましょう、ね、まず地図があるから地図で状況を把握と。よしよし、地図、うん、OK。 まずは食料をちょっと確保しつつ木を切っていきましょう。いつものパターンです。素手やとやっぱ大変ですね。 OK、 牛肉3枚ゲットで、羊毛があれば夜も過ごせますからね、夜を越せます。はいはい、これで木を1個2個3個4個、うん、木をこれぐらい集めたら、あとは斧を作ってね、木を伐採しやすくしましょう。まず作業台作成、ここまではテンプレですね。はい、で斧を、あれ、あ、こうか、木の斧、あ、そっか、よし、ちょっと待って、ミスった、なんか落ちんかった今、斧2つもいる、ミスったな。まあいいや、よし、とりあえず斧とスコップと、最初それぐらいかな、スコップちゃうツルハシか。よし、たくさん15個ぐらいあれば十分かな今はな。はい、で急いでツルハシをね。はいはい、23、よし、34、はい、15個、これぐらいあればいいかな。で作業台置いて木のツルハシを、こうか、もう一個か。はい、はい、OK で、これで OK。 はい、でちょっと整理しようか、こうこう、ツルハシこうか、よし OK。 んでから豚買っとくか。ういういうい、どこ行った、痛い痛い。はい、ゲット、豚肉2枚、 OK、 いい出だしですね。はい、よし、まずはいい出だしやな。なんかしようと思ってたやけどね、ちょっと待ってや。よし、馬がいますね。馬はあれやね、肉にならへんはずやな。馬肉とか聞いたことないな。とりあえず羊毛1個ゲット、いいね。お、牛がいっぱいいる。これで普通に夜は過ごせますね。これで怖くない。もう何も怖くないやね。よし、OK。
はい、まずベッドこれで3つ確保やな。作業台も手元に持っとくか。よし、でベッド作成 OK。 はい、ベッドは持ち歩くべきかな。うん、1個スポーン地点作るために持っとくか。あ、でもあれやな、死んだら終わりやからな、意味ないわ、持ち歩こう。こんなに硫黄も取る必要もないけど。よし、とりあえず食料いっぱい、当面食料に困らんね。よしよし、死んでからよし、 OK で、とりあえず狩るだけ狩ろうか、構わん、今はそんな気にしてることはないな。とりあえず食料狩ろう、動物が近くにいなくなるのは気にせずね。はい、こっから次はかまどやな、かまど作って石炭も集めたな。8個やったかな、かまどは。今何分経過、何分経過かは分からんね。はい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 、まあ、そんなことは分からないね。どうしよっかな。よし、ちょっと待ってや。よいしょ、タンタン、よし、 OK。 何やったっけ、石炭やな、まずは石炭を集めよう。石炭どこにある、石炭、石炭、よし、食料ゲージが減ってきたな。生で食べるよりかやっぱりかまどを使いたいところ。かまどはもう作れますんでね。石炭この辺りなかったっけ。おっと、腹が減ってきた。うん、あれ、さっき、あった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 、いいね、こうやって見えるのがね。はい、いや恵まれてますね、土地に。2個か、まあよしとしよう。はい、んでかまどを作って、石炭、うれ、あ、ミスター棒じゃない。はい、石炭入れて、とりあえずこれでいいか。マグマがあるからバケツを作ってね、使うのも手やね。よし、バケツ作りたいな。よし、とりあえずこの辺軽く放っとくか。なんかあるかな。とりあえず石も集めれるからね。とりあえずまずは資源を集めることが大事ですね。食料ある程度確保したで、木もちょっと集めたし、まず優先事項はダイヤを集めたね。優先かな、松明も取らなな。よし、浮いてる浮いてる。はい、これで豚肉と石炭、ちょっと待って、まだ火ついてる。よし、よーし、いいぞー。うん、これで OK やな。どうしようかな、直下掘りか階段掘りでいいか。よいしょ、作業で、はい、 OK。 結構下に、地下に近いところに行かんとね。ちょっと待って、地下に近いところで。よし、 OK、 これで OK か。まだ火ついてるな。とりあえずこのかまどはそのままにしておこう。んで、な、どうしよっか。よし、鉄が欲しいね。鉄があればバケツも作れる。でバケツがあればあのマグマを使って石炭いらずのあれやな、あれって石炭いらずのね、松明か。松明ないとな。ちょっと待って、やること多いな。石炭発見、いいねいいねいいね。よし、こいつは当たりだ。これ必要か、これ何、何が花崗岩。よし、 OK OK。 OK OK。 んでこれを破壊、あ、ちょっと破壊する前に、
まだ火ついてたな。ちょっと待ってや、もうなくなるよな。ちょっとあれやな、さっき松明作ろうか。ちょっとで食料も集めとくか。はい、ごめんね。食料食料、もう夜は簡単に越せますからね。ベッドあるんで。よし、エンダードラゴンを倒すのが当社の当方の目的です。で、夜になってきてますかね。とりあえず急ぎますか。急げ急げ。松明ないと見えへんからね。これ見る人にとっちゃ真っ暗やからね。ちょっとその点でも松明を使いたいところ。はい、ちょっと待ってや。松明、もう夜になってきましたからね。とりあえずベッドで寝るっていうことで夜も越せますから。えらい上に置いてしまったな。近くに置こうか。よし、でから作業台を。よし、松明完成。とりあえずもうなくなるな。これ松明できたら、かまどを下にやろうか。はい、OK。で、とりあえずこれを下にやろう。もう潰れるかな？まだ一個。まだ一回か。よし、でからね、次夜になったんでベッドがあるんで、ベッドを使って夜を過ごします。はい。よし、これで OK やな。はいはい。ちょっと待って、いや、表示が見えたらやっぱ見にくいな。ちょっと失礼。やっぱこれですね。隣に時間がないと見にくいもんでね。左上か。よし。見にくくはないけどね。はい。まあ、コメント見えへん時もありますけどね。おっと、つる足壊れたな。とりあえず石を集めたんで、ちょっと待ってや。荷物を整理しとくかな。あれ、焼いたやつどこ行った？あ、これか。な。これで石のつる足をちょっと生産。よし、OK。で、作業台持っていくか。で、あそこに牛いっぱいいるからちょっと買っとこうか。もうこれで食料危機もないな。よし、OK、OK。いやー、恵まれた土地ですね、ここは。素晴らしい土地です。はい。ということで、地下にもこれで行けるようになりましたね。はい。いきますよ。どんどん地下を掘って、とりあえず鉄を集めよう。石炭いらずのね、一応生活もできますからね。ちょっと待ってや。はいはいはい、掘ろう掘ろう。はい、よし、掘るぞ。掘れ掘れ。まあ、目標としてはエンダードラゴンを倒すのが目標ですからね。エンダードラゴンね。だからとりあえずダイヤ装備とかも必要やし、あとはエンチャントか。エンチャントすべきか。そう、一人で戦ったことないかな。おっしゃ、鉄来たで。とりあえず鉄を大量に集めだね。まずはバケツかな。まずバケツ作ろうか。バケツ2つぐらい欲しいな。よっしゃ、幸先いいね。よし、まあ、石炭な、大量に手に入るからね、あとでいいんやけどもね。とりあえずどうしよっかな。マグマ掘り当てた時用に、かまどが一時地上に上がるのまでやな。どうしよっか。何しようとしたっけ。作業台や、これな。で、作業台でまずは、じゃあかまどや、これやな。んで、まずしゃあないよ。まあいいか。よし、地下に置いといた方がよかったかな。まあいいか、進めよ。はいはい、ほろほろ。とりあえずダイヤ探すのは大変やな。 Y の59か。エンダーマンどうせ倒さなあかんからね。とりあえず装備はきっちりしたいところ。よし、エンダードラゴンを倒すには、エンダー、まずエンダー、あ、そやな、あれやん、
遺跡見つけなあかんやん。大変やな。でまたエンダーマン何体か狩らへんと分からへんな。あのエンダーパールがないからね。大変やな。したら次ネザーも行かなあかんのちゃん。え、ネザー行かなあかんか。ね、ネザー行ってんでブレイズを買ってんでエンダーマンのあれと合成して、合成じゃないな、クラフトしてんでエンダーアイやったっけ、それ作らなあかんのか。大変やな。そう考えると大変ですね。えらいこっちゃ。はい、どんどん掘り進めよう。この掘る動画ってのは掘るのを見て楽しいかなね。掘ってる本人はまあまあいいんやけど、見てる人にとっちゃどうかな。ここら辺は加速かね、カットしたらええんちゃうかなと思いますね。よし、石炭手に入ったな。まあまあ石炭大量に手に入るからね、うちはマグマ使っての、かまど利用法はまあええかな。よしとし、そこでバケツは2個ぐらい欲しいな、個人的に。まあ死んだらもう世界がすぐ終わるからね、そういう縛りですからね。よし、とりあえずこんなもんやな。まあいずれ材料の原木がなくなるからね、集めに行かなかな。はい、ちょうどだな。 OK で上行って、原木はまだ大丈夫か。4個か。とう、深い深いぞ。よし、とりあえず石は大量に手に入るな。よし、チェストも作らなあかんからな。よし、これで鉄ができました。でバケツは2個作れますね。はいはい、完成。んでからこれでね、まあマグマ掘り当てた時用に、どうしよっか。石炭こうやな、かまど、とりあえずかまどは下に移動させようか。いや全部下に移動させよう。よし、で下に降りる前に、あ、ちょっと待って、ミスったな。木をある程度集めとこう、当分下に行かんようにね。下ちゃう、当分地下で生活できるようにある程度は炎もこうしといて、これで降れるか。よし、 OK、 ちょうどやな。んでとりあえずここら辺の木をある程度集めておこう。で、ある程度集めたらもうね、地上に出る必要もなくなってくるからね。で、地下でとりあえず大量に、鉄とかいろいろ集めて、でから、そうやな、なくなった頃合いにまた上がってきて木集めてとかね。それでいいかな。とりあえずそれでダイヤとか鉄とか集めて、で、エンダーマン探しやな。エンダーマン撃退して、これいけるか、この木で。この木で松明は作れるな。普通に作れたっけな。普通の、何だっけ、木の種類が多くてね。こっちの木にしとこうか。作れるか不安やな。石炭あったけどいいか。そうそう、こっちの木の方が個人的にね。いっぱい食料が、食料も集めるか。食料も。すまんな。人参とかあれば別やけどな。ちょっとないもんでね。とりあえず。すまんな。よし、これよし、20よしよし、26 27。おおお、チャンネルアンです。はい、こんにちは。こんにちはでございます。マインクラフトやらせていただいてます。まあタイトルはね、そのまま、死んだら即、世界が終わるという縛りでやらせていただいてます。だから一回でも死んだらもうこの世界放棄してまたやり直しますね。そんな世界でございますね。一回死んでますからね。前、何日か前に一回やってね、大変ですわ。よし、ということでね、やっていこう。よし、こんだけあればいいかな。
まあ目標としては、エンダードラゴンを倒すのが目標です。でその小さい目的としてまずはダイヤを集める、エンダーマンを倒してエンダーなんとかを集めます。リゾロ、リゾロ、リゼロってやつやかな。そうそうそう、そのアニメには若干触発されてますけどね。はい、よし降りてくぞ。これで当分は生活でき、ちょっと待ってや、あ鉄あるやん、まだ鉄発見。そうそうそう、何回やり直しても今回リゼロと違ってはね。あ、初見さんいらっしゃいませね。タイトルはね、死んだら世界がすぐ終わるシリーズということでやらせていただいてます。はい、まあリゼロと違ってね、もう中間地点が一切ない、死んだらすぐ終わりです、また最初からかっていうね。はい、ということで、よしよし、まあこれぐらいあれば多少は地下にこもれますね。はい、ということでまずダイヤを探していこうかなと思いますね。ダイヤを探します。でからダイヤがどこで取れるかやな。さあ頑張るぞ。もうほぼ地下を掘る動画になってますね。どうしよっかな。とりあえずね、地上に上がるのがめんどくさいので、ここにかまどを設置しつつ、これでいいか。ちょつる橋がかまどを設置、石炭設置で、これか、これで松明を作りますね。でその間にどんどん掘りましょう。掘るぞー、よし、掘れ掘れ、掘るぞー。まあそう簡単にダイヤ出てきたら嬉しいんですけどね。エンダードラゴンを倒すにある程度装備が必要かな。まあそう言って一回も戦ったことはないんですけどね。うわびっくりした。何これ、シルバーフィッシュ。お、これは遺跡が近いのか、それかただ山の近くやからか。シルバーフィッシュ、びっくりしたわ今遺跡近いかな。遺跡も探さなあかんのでね、まあ、ここで見つけたらラッキーですわ。遺跡があればいいんですけど、まあエンダードラゴンに会うにはね、なんやエンドワールド、もうわからんなってきたけどね。そこに行くにはね、ある程度遺跡探してゲートね通らないといけないのでね。でそこに至るまでに、ゲートにはまあエンダーアイというアイテムをね入れないといけないので、はい、そんな感じですね。ただ遺跡探すんが大変ですね。何体のエンダーマンを狩ればいいんだ。よし、あれかな。さあ掘るのは根気がいりますね。もう見てる人にとっちゃこれはね苦痛かもしれないね、掘るだけの動画ってね。なんか見つけた時の喜びがねあればいいんですけどね。よし、お、とりあえず掘っていこうかね。果たしてこのシリーズはいつまで続けられるかなっていう不安もありますね。よし、まあいろいろあるよねやっぱり。まあ、ゾンビの声が聞こえますね。ということはどっか洞窟があるね、右か左か、それかそのまま掘り進めば洞窟につながるかな。大変やな掘るの。そして暗くなってきたな。よし、で掘ってる間にもうかまどで松明ができてるんで、また補充できると。でこの上がってくあれがめんどくさいんでね。でまたちょっと待って、あミスってるな、よっと、これめんどくさいな。ほっ、よいしょ、よしよしよし、いいぞいいぞ。はい、これを持ってこう下に。はい、OK、持っていくぞ。でどんどん地下に進んでいくわけですね。ちょっと保存しとこうかな。なんかアップデートされて、アップデート、なんかプレステ4がねアップデートされたみたいでね、なんか仕様が若干変わってますね。よし、でからね、あとでチェストも作らんとね。はい、まずはかまどを設置、石炭設置、まあ手で使うか、こうやな。よし、でからねチェストも作ろうか、作業台1個でチェスト、よしチェスト設置で、いらないものをセット、
ターン終了、はい、OK で焼いてるうちにこうやな。OK よし、もう同時進行でやっていこうかな。はい、これでね、わざわざどんどん上に行かんでもね、すぐここで作業台とかチェストとか使えますね。松明忘れたな。よし、OK、48個。はい、OK。で、タイマー近づきようか、これ。はい、OK。な、行くでー。お、鉄、おー、いいね。お、石炭、いいね、これは。こいつはいいね。幸先がいいぜ。幸先がいいぜ、おい。よし。とりあえず、木もちょっと拝借していくか。ね、さっきの地下での、ね、探索の結果だいぶ減ったな。お、羊はいいか。原木29、まあいいか。さあだいぶ上に来たけど、1時間14分その間ダイヤ見つけれ。ダイヤの見つけ方がね、ちょっと待って、作業台忘れてきたな。よし、ボード作るか。で、ういうい、こいこいこい。もう強行突破や。よし、ボード作ろうか。なんかアップデートで壊れにくくなったとは聞いた気がしたんやけどね。回収できたか。よし。ということで、まあ、ちょっとボード使うか。はい。行くでー。ちょっと待ってや、保存しとこう。よし、乗ってこう。若干ボート動いてるからね。よし、ということでね、ちょっとぐるーっと回るか。ぐるーっとね、こっちはなんもないか。じゃあ砂漠やな。砂漠ちゃう、ジャングルか。で、こっちは、ほう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 、ほう、なるほどね。お、これは何や。お、いいもん発見。ええよええよ、いいの見つけたで。あ、壊れるやんけ。おいおいおい、壊れへんと思った。まるっきり壊れたんやけど。よし、なんか見つけましたよ。記念撮影、え、どうなったよこれ。ちょっと記念撮影したいな。イエーイ。なんか見つけましたよ。なんやろな、これ。はい、ということでちょっと潜入しますかね。これはなんやろな、遺跡？登れるよな。お、あ、登れ。くそ。なんかあるよな、でも。よっしゃ、ちょっと破壊するか。破壊活動。あ、しまった。え？つかワイヤーがあるのか、わかんないよな。オッケー、来た。来たんちゃうのこれ。え、ちょっくそ、舐めやがって。何？これどういう原理でな、え？どういう原理で動いてんの？なんかある？え、ちょ。どっから攻撃されてる？あれか、これや。なるほど。はい、とりあえずダイヤ回収成功。これの方が早かったね。はい、OK。ダイヤを集めたければ、もう世界を回れって話だな。OK、OK。で、ここにも微妙にあると。賢いなぁ。いって、くっそ、舐め寄って。ああ、やばいやば、破壊しつつ。え、なにこれ、これ、なにこれ。え、なに、怖い。落ちいいかこれ。なんか開こうとしたな。全く何かわからんわ。本来であればこっから侵入しろって話やな。で、上にも行けるな。とりあえずじっくり探検するか。なるほどね。このシード値覚えてね、いろいろ。あ、なんか来た。え、お、来たんちゃうのこれ。よっしゃ、
ケーオッケー、ダイヤはありがたく使いましょう。はい、オッケー、よし。で、上がってって、ここには何もないか。うん、この上は何もない。よし。で、問題はここは何やったんやろな。これは何や。これが何か開く音やな。何が開いたんや。ここは俺が壊したとこが。じゃあ、何や、何が動いたんや。全くわからんな。え？え？どうなってんや？ここ関係ある？あ、階段。ああ、はい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 。あ、そういうことね。わかったわかった。俺がこっから落ちてきたのは？ってことは、あれやな。あれいじったら閉じるはずやな。あ、ありがとうございます。すいませんね。ありがとうございます。あ、そうか、閉まるわけやね。いやー、よかった。ダイヤ7個手に入れたぞ。素晴らしいな。あ、そうやな。ダイヤも7個やな。いやー、素晴らしい。もう海底遺跡じゃなくて遺跡様々ですね。はい、チャンネル登録ありがとうございます。よし、これぐらいかな。多分こういう遺跡なんか隠しなんとかありそうやね。なんかないか？破壊して回るか。おい、ちょ。見えへん見えへん。よし、どうや、何ももうないかな。ほほほ、私も動画上げてるので見てくだる、カビカビを見てくれると分かりました。また見ますね。はい、ありがとうございます。どんな動画やろ。まあ、いくらかな、まあ、いくらかな。よし、でもあれやね、もうないか。どうしよう、引き上げるべきか。ないかな。とりあえずこうも暗いとね、見にくいと思うんで寝ましょう。はい、あれ、これか、これが邪魔か。遺跡を破壊してるというね。ということで朝になりました。ちょっと保存しとくかな。よし、ということでね、ダイヤが欲しければあれやね、世界を探検するのもね、やっぱりいいですね。いやー、地下掘るよりか交流の方がいいね。ちょっと博打っちゃ博打やけどね。もう何もないよね、見たところ。隠し遺跡というかあれないな。よし、ということで、ボートを作ってここから脱出しましょう。というかアップデートで潰れへんと思ったら潰れますね。よいしょ、オッケー。よっしゃ、行くぞ。出発。ディスペンサー、お、ディスペンサー1個。あ、そっかそっか、もっと取った方がいいかな。ディスペンサー、ちょっと待ってや。ディスペンサー、ディスペンサー、ちょっと待って。ボートが思った以上だと思ったとこ行かないんだけど。お、よしよしよし。せやね、取れるものは取っていきましょうか。おお。おぉ、違う。これか。あれ、ボートは？ちょっと、ボート、待ってくれ。頼む。もうそこでいっか。待っててくれよ、そこで。よし。お、そうですね。拠点がね、あれですわ。タイトルの通りね、一度死んだら世界が、この世界終わるっていうタイトルでやってましてね、半分やけで動いてますわ。半分やけクソですわ。ね。一回でも死んだらね、もうこのワールドを潰すっていう決まりでやらせていただいてます。そうそうそう、まあ、仮に生き残ったらね、この世界もね続けられるからね、頑張りたいとこですわ。そやね、持ち物いっぱいやね。ほんまいっぱいや。全然見てなかった。ほんまやね、ここいらんもんがね。石の階段いっか。ちょっと待ってや、ここ拠点にしとくか。軽い拠点にしましょう。で、いらんもんはちょっと置いとくか。いらんもんって言ってもね、矢は今後必要かもしれんから、レッドストーンそこまでいっか。うーん、そやね、まあいっか。この縛りさえなければね、ここ拠点にしてね、いろいろ回ってるはずなんやけどね。よし、こんなもんか。これも取っとくか。
よいしょ。レバーやな。いろいろ破壊して回ってるというね。えい、ある種盗賊ですね。家の聖地か、家の聖地か。また機械がね、あれやね、気が向いたらしようかな。とりあえず一旦戻るかな、カリーの拠点にね。エンダードラゴンを倒さないとね。ショックが大きいで、このね、縛りでやってるんやけどね。一回クリーパーにやられて動画が終了してますわ。第1話じゃないけどね。第1話違うわ。パート1かその1かでね、一回頑張ってたんやけど、クリーパーの爆発でね、その世界を終わらせてますわ。よいしょ。あ、ミスった。うわー、ちょっと待って。なるほどね。今後はそうさせてもらおうかな。というか、あれあれ、ちょっと待ってよ。いろいろ、あれ、あ、落ちたか。あ、最悪や。うぃー。そやね。今後はそうさせてもらおうかな。ちょっと待ってよ。こうか。あとは、遺跡ピラミッド、あ、初見さんいらっしゃいませ。まあ、タイトル載ってんのかな、これ。こんにちはです。はい、こんにちは。タイトル載ってるかわかんないですけどね。一応タイトルとしては、一度死んだら、ね、世界が終わるというタイトルでやらせていただいてます。ね。そうそうそう。はいはい、いってらっしゃいませ。よいしょっと。どうしよっかな。あ、ちょっと待って、食料がないぞ。もうめちゃくちゃ荷物が多い。とりあえずダイヤを回収できたのは一番でかいね。これで、ね、簡単にダイヤ作って、んで、エンダー行ける整いをして、んでから、ね、エンダーやったっけ。そうそうそう、エンダードラゴンを倒す。そう。そうすれば、もう、動画のタイトルは達成目的やな、達成ですね。エンダードラゴンを倒す。死んだらこの世界ワールドを潰す。うん、一つに二つかね。よし、 OK、 中やろう。で、何話してたっけな。そうそうそう、で引きこもりじゃない、その話してて、でね、ほぼやることなくて引きこもってました。そうそうそうね。あ、こう帰ってきた、帰ってきた。そう、ようやくここに帰ってきました。で、なんか話がどんどん脱線してたけども、よし、今日はダイヤのツルハシ作って終わりますか。で、ここが、あれ、どこやったっけ。そうそうそう、ダイヤとエメラルドなんですけどね、経緯を話すとね、まずここの地下でね、あれ、入り口が消えた、どこやったっけ。ダイヤはね、あの遺跡、さっきのね、探検しててダイヤね、遺跡で発見しましたわ。これはラッキーでしたわ。で、ダイヤを7個ゲットと、エメラルドはね、今拠点を探してるんやけどね、どこやったかな、どこやったかな、こ、あったあったあった、ここの地下を深く掘ってって、結構だいぶ掘って、まだだいぶ掘って、そうそう、見つけましたわ。で、だいぶ掘って、で、こっち側でね、何個か見つけましたわ。あ、ここも金がまだあるけどね、こうやって今、鉱石をね、集めないといけないんですけども、よし、ネザーに行くまでの道筋はある程度できます。よし、鉄が40個。いいよ。んでね、ここにも、鉄が、OK、ワンスタック。これでね、もう、あれや、もう、エンダードラゴン戦おう。ダイヤ集めると大変やわ。これを毎回繰り返すのはしんどいわ、さすがにね。よし。とりあえずここに入れとこうか。入らへん。よし。そうそうそう、それ。作りましょう。今ね、貧弱な頭とこれがないんでね。ということで作ります。ようやく鉄装備ですね。はい、できました。あと52個もあるから、鉄の剣も作ろう。
様になりましたね。でね、あとはこれが一番大事やね。はい、これで大事なものはできました。でダイヤモンドしまっ、どうしよっかな。一発死んだら終わりやからね、あまりチェストにしまうのもあれやかな。どうしよっかな。とりあえずもう一つ稼働鉄置いて、でその間に牛肉焼いて、ダイヤ剣とつるはし、せやね、ダイヤ剣作るか。それでちょうど1個余るね。とりあえずこれは一番大事やね。ネザーに行くための装備を整えました。でね、そろそろ動画終わろうかなと思ってるけども、とりあえず黒曜石だけ集めて終わりましょう。ちょうどここにあるんでね、よし掘るぞ。掘れ掘れ。うわあはい、アップで今で黒曜石1個か。ツーリーリングだね。ほれほれ、そろそろか。ういういうい、このスリリングさがたまらんねー。はい、ダイヤのつ、おい、あーなるほどね、2個余るかな。ちょっと待って、作ってみようか、ダイヤの剣も。おいおいおい、焼き、調子に乗った結果焼いちゃいましたね。はい、何個必要やったかな。10個作っとくか。10個いるかな。ちょ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 、はいはいはい。あ、それこれ水で満たした方がいいか。はい、水で満たそう。はい、あ、見えへん見えへん見えへん。お、あ、ちょちょちょ、ミスったミスったミスった。もう適当にやってしまうからこんな感じになっちゃうからね。こうしよっか、こっちの方がええわ。順序はそう、焼ける音がね悲しいですわ。それでダイヤを何個無駄にしたことかね。だからね、ダイヤちゃんは、あのバケツは大事ですわ。水入りバケツはそれで大事です。マグマに落ちた時もね、水バケツがあればある程度は。ちょっと待って、だいぶ焼いてへんか今大丈夫か。なんかなかなか集めれてんような。よし、10個ぐらいあればいけるかな。どうや、 OK。 なんかネザーも変わったんかな。ちょっとまた行ってみたいね。でもあれやな、1時間か。よし、10個作ろう。9個、あ、うん、どうしようかな。12個がええか、どうしようかな。とりあえずこれ掘ってから、なんかえらいところマグマあんやけど、まあ大丈夫でしょう。はい、どうなってんやこれ、まだあるな。はあ、これ下手したらやばくないかこれ。怖え、スリルあるね。さすがにこの近くダイヤあるかなと思ったけど、ないか、ないな。んで黒曜石12個、よし、あと1個で目標達成ということで、短時間1時間45分でね、ある程度ネザーへの道も作れたな。よし、うわっ、ちょ待って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 、ああやられるわけには、ここでやられるわけにはいかん。あやっちまったぜ。あ、こういうふうに、なんて言うんでしょうね、おろそかにしたらゲームオーバーになっちゃいますわ。ということでね、そう、これでもう世界は終わりです。この世界とりあえず復活して、ちゃうわ、ゲーム終了やな。はい、やっちまったぜ。まあこれが動画の趣旨ですからね。
さようなら。でまた新しい世界を作ります。悲しいな。はい、 OK でまたやりますね。今日はここで終わろう。はい、終わっちゃったぞ。はい、救済なんてありません。はい、ということでね、ちょっと待って、新しい世界見てから終わろう。次はこの世界でやっていきます。はい、どこやねここ。おいおい、いきなり木の上からか。はい、どうしようかな次は。まあまた今度ということで、今日はマインクラフトは終わりましょうかね。はい、そんな感じでね、やってしまいました。保存しとくか。うん、やっちゃったね。まあ反省としてはね、あの時ダイヤを集めても、黒曜石が10個集めて撤退すればよかったね。はい、バイバイ、ありがとうございます。もう私もバイバイします。私をもう切り上げます。ということで今度はこの世界でやっていこうかなと思います。はい、まあね、若干落ち込んでますけどね。まあまあいいや。とりあえずダイヤはね、とりあえず次の反省点としては、まずこの世界を探検できるほどの食料を蓄えて、あとは遺跡探したりピラミッド探して即ダイヤを集めようかなと思います。まあ、ある意味博打ですね。はい、以上でございます。ありがとうございました。はい、ということで終わります。